今日一日バイクと触れ合い、バイクのワクワク感を感じていただきたいと思います。ハババイクデイ。二輪車 の乗り物としての魅力を発信することはもとよりですね、重大事故防止につながるような安全教育ですとか、あとこういうプロテクターやヘルメットなどの装備品の啓発というのも引き続きどんどん進めていっていただければ幸いでございます。今日は8月19日バイクの日です。交通ルールやマナーをしっかり守りましょう。命に関わることです。それでは皆さん、素敵なバイクライフを楽しんでください。どんなに短い時間でも、どんなに短い距離でも、必ずプロテクターを着用していただきたいと思います。2、1。暖かさ、冷たさね、この空気のちょっと秋になったかなとかね、ちょっと湿っぽくなって雨が降るかなとかね、ああいう感覚、とってもねバイクと合ってると思うんですね。バイクと俳句の親和性ってすごい高いですね。高いと思いますね。元白バイ乗り、警察官を経てモデル、女優、そして靴磨き職人、シューシャイナーっていう、しかも今日本全国靴磨きバイクの旅までやってしまってるってことで、靴磨き始めたきっかけっていうのは、警察官時代にもう毎日靴を磨いていたんですね。で、初めて人の靴をたまたま磨く機会があったんですけど、なんかものすごい喜んでくれたんですよ。きっと日本中に喜んでくれる人いるんじゃないかと思って、日本一周バイクで回ってます。いや、もうこの2人やっぱ癒しのオーラがあると思うんですけど、動画もやっぱりツーリングされてて、この掛け合いがね、なんとも言えないなって思うんですけど、自分の好みのバイクに関してあんまり話し合ったりとか、そう、もう勝手に買ってくるんで。本当こういうお仕事させていただく前は、はい、全然気を使わなかったんですね。なるほど。普段着みたいな格好で乗ってて、うん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 、あれは ひどく危なかったなと。着るって大事だし、守るのも大事だし、過去の私に教えてあげたいです。自己解散主催ということで、4メーカーの力があって、はい、僕らが普段情報を届けられない人、いや街行くバイクに一切興味がなかった人に偶然バイクを見てもらえる機会というのを自己解散皆さん作ってくださったんですね、はい、いろんな人がバイクに乗って、女の子も乗ってみたいな、そういう世界皆さん見たいですよね。だからこうしてバイクの日っていうイベントを作ってくださって、バイクについて語り合って、またこう夢に一歩近づいた日なんじゃないかなってすごく思ってます。バイク素敵な乗り物だと思います。見るのも楽しい、乗っても楽しい、本当にいろんなバイクがあって、いろんな楽しみ方があると思いますので、このバイクの日をきっかけに改めて、あ、こんなバイク好きだなっていうのもね、たくさんの方に知ってもらえればと思います。今日は本当にありがとうございました。